日本はシリア戦、韓国は中国とどっちが行くかの試合があるけど、今度は何を騒いでるんだい。試合そのものに対してもだし、それとは関係ない部分でも大騒ぎしていてな。しかもなぜか日本にイチャモンつけてきてるし。今回はその件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。大騒ぎしてないで目の前の試合に集中しなさいな。またやらかすわよ。今回ただの消化試合じゃないんだから。ってことでまずは現在の状況から見ていこう。生死をかけた戦いへ、2位時も中国史は危機感。最終節は韓国戦、タイ代表と順位逆転の可能性も、ダブルハイアジア2次予選。中国代表は現地時間6日、FIFA ワールドカップ26アジア2次予選兼 AFC アジアカップサウジアラビア2027予選グループリーグ C 組第5節でタイ代表と対戦し、1-1の引き分けに終わった。2位を維持したが、最終節の結果次第で最終予選行きを逃すことになる。中国史、新湖南、が危機感をあらわにした。中国側は最終予選突破をかけた試合になるし、韓国はポット分けをかけた戦いになる。日本にも関係してくるから迷惑なんだよな。中国代表はアラニア・フェルナンジーニョ、ガオ・ゲーニーなどが先発出場。20分にはスパチャイ・ジェイデッドのクロスにスパチョーク・サラチャートが頭で合わせてタイ代表に先制点が入る。追いかける展開となった中国代表は51分、PK のチャンスを得るが失敗してしまう。それでも79分、チェンジー・ツーのアシストからベイヘラム・アブドゥエリが左足でゴールを決めて同点に追いついた。その後はお互いに追加点はなく、1-1の引き分けに終わっている。この結果、中国代表は2位を死守し、タイ代表との勝ち点差を3に保った。しかし、中国代表は最終節で首位の韓国代表と対戦するため、結果次第ではタイ代表と順位が入れ替わる可能性がある。同志はタイトルに、中国代表は早期に出場権獲得の機会を逃し、引き分けは受け入れられなかった、とつけ、タイ代表との引き分けを重く受け止めている。やや落胆しながらも、5日後、中国代表は最後の生死をかけた戦いを迎えるが、アジアの強豪チームと戦う数少ない機会を大切にし、中国国民を驚かせるために頑張ってほしい、と期待感を示した。最終戦はお互いに負けられない試合ってことよね。そういうことだな。この状況に韓国さんは、荒っぽいプレイもよく知られている事実、韓国ファン、インボムが中国を警戒、油断はできない。韓国代表のファン、インボムが中国戦に向けて意気込みを語った。母国メディア、STN スポーツ、が報じている。荒っぽいプレイもよく知られている事実。お前らもやろがい。ツッコミどころしかないよな。北中米ワールドカップのアジア2次予選最終節で、韓国は6月11日にホームで中国と相まみえる。記事では、韓国が最終予選進出を確定したのに対し、中国は敗退の危機に瀕している、と両国の現状に言及し、27歳ミッドフィルダーのコメントを伝える。中国戦に先駆けて、次のラウンドへの進出が決まったけど、油断はできない。中国の荒っぽいプレイもよく知られている事実です。監督とコーチングスタッフが準備してくれる計画をしっかりと実行し、良いプレイを見せて結果を出さなければならない。お互いに同じこと思ってそうだし、世界中が韓国と中国に同じこと思ってるわよ。ただ、これはまだ試合関係だからマシとも言えるかもしれん。ポット分けも関係する大事な試合にもかかわらず、まだこの件を大騒ぎしてる。クリンスマンは、産業スパイ、と韓国メディア非難卓球事件を報じた三子評論家就任で、まだこの件続いてるの？てか今それ？目の前の試合に集中すべきなのにあっちこっちで大騒ぎするのはなんとも韓国らしいよな。サッカー韓国代表で前監督を務めたユルゲン・クリンスマン氏が、英国メディア、サン、の評論家に就任し、韓国で物議を醸している。韓国メディア、フットボーリスト、は、サン、が公開した欧州選手権14日開幕、の評論家にクリンスマン氏が名を連ねていることに着目。企業に在職する人が業務上取得した情報あるいは知識などを外部に流出する場合、私たちは彼を、産業スパイ、あるいは、経済スパイ、と呼ぶ、などと切り出した上で、クリンスマン氏に対する疑惑を報じた。改めて本当に面倒くさい人たちよね。だから関わるなとあれほど。国家代表チームの招集期間中、チームで起きたことが外部に流出し、有力な容疑者が当時指揮棒を握っていたクリンスマン氏だという疑いがサッカーファンの間で広がっている。最近、英国タブロイド紙、サン、が公開した欧州選手権評論家陣にクリンスマン氏が含まれた。同紙はアジアカップ中に発生した卓球事件を初めて報道したメディアだ、と指摘。アジアカップ準決勝でヨルダンに敗れる前夜に、韓国代表ミッドフィルダー、ガン・インパリ・サンジェルマン、が卓球をするために早く食事の席から立ったことを主将のフォワードソン・フンミン・トットナム、に咎められ口論に。ソンが指を脱臼する怪我を負った。このニュースを最初に報じたのがサンとあって、当時から誰がリークしたのか、話題になっていた。同メディアは、現場にいた人でなければ絶対にわからない詳細が国内メディアでもなく、海外メディアに先に流出して報道されることは滅多にない、と持論を展開。偶然にもわずか4ヶ月ぶりにクリンスマンはサンで働き口を探した。国内のサッカーファンの間に合理的な疑いが生じる理由だ、と、サンとの深いパイプを持つクリンスマン氏の仕業だとファンが疑念を高めていることを伝えた。卓球事件の余波はまだまだ続いている。これ本当にいつまでやってるのかしらね。もう終わったことなんだからいい加減先に進めばいいのに。こんなことを騒いでる場合じゃないはずなんだけどな。
中国にまず勝たないといけないし、未だに後任が決まらず暫定監督なんだから。毎回こんな感じの時ってやらかすけど、今回の中国戦はどうなるかしらね。楽しみだわ。ちなみに日本にも噛みついてたぜ。なぜ久保が圧倒的1位？疑問だらけ、大半が日本勢。市場価値アジアトップ10に韓国メディアが激怒、論争は必至。またかよ。つい最近も市場価値で大騒ぎしたばかりじゃない。論争は必至ってお前らしか論争してねえよ。この手のランキング本当に大好きだよな。怒る理由もようわからん。自分の思い通りにいかないと怒るとか幼い子供みたい。FIFA の教育研究機関でもある CIES フットボールオブザーバトリーが6月20日、アジア選手の市場価値ランキングを発表。久保建英9200万ユーロ約156億円4000万円。ダニーノイ・ダンイン4970万ユーロ84億4900万円。2倍近い差をつけ、1位に輝いた。もうこの時点で面白くないだろうな。都合のいい時はライバルと呼び、都合が悪くなると逆ギレする。何があっても日本より下はあってはいけないものね。くだらない。トップ10全体でも日本勢が際立つ。3位に三笘薫4370万ユーロ。6位に伊藤洋輝2570万ユーロ。7位に富安武弘2500万ユーロ。8位に堂安律2390万ユーロ。10位に遠藤航1770万ユーロ。と大半を占める計6人が入った。まあこれは当然だろうな。海外でプレイしてる選手の多さにトップリーグでレギュラーとして活躍してる選手が多いんだから。まあそうなるだろうな。大半がそう思うんだけど、韓国だけは違うんでしょうね。この結果に韓国メディア、スポータルコリア、が鋭く反応。久保井、ダンイン、キム、ミンジェ、ソン、フンミン。国際スポーツ調査機関がアジア選手の市場価値を公開、と見出しを打ち、竹草、久保の圧倒的1位に疑問が残る、と伝えている。この反応の速さをサッカーで活かすべきだと思うがどうでしょうか。てかさ、イ・ダンインとキム・ミンジェの現地評価からどうしてこんな自信満々なのか謎すぎる。特にキム・ミンジェはヤバかったよな。そりゃあ久保が圧倒的1位にもなるだろ。CIES は久保に9200万ユーロを設定した一方、2位のイ・ダンインには4970万ユーロとやや低い価値をつけた。もちろん、久保がレアル・ソシエダで目覚ましい成長を見せたのは事実だ。アジアカップ以降、低迷しているという評価を受けたにもかかわらず、30試合で7ゴール、4アシストを記録し、ヨーロッパリーグの出場権獲得に大きく貢献した。ただ、他の選手と比較して圧倒的か？と聞かれれば、簡単譜より疑問符に近いのが相違だ。CIES が価値設定に年齢や成長の可能性を重視しているとしてもだ。久保と同い年の親友、イ・ダンインもパリ・サンジェルマンのユニフォームを着て目立っている。世界の相違ではなくお前らだけの相違な。あと、しれっとパリで目立ってるとか捏造すんじゃねえよ。個人的には久保が伸びたというよりは韓国が勝手にこけた印象が強い。今シーズン見て久保と同列に語るのはあまりにもおこがましい。毎回そうよね。日本が同行じゃなく、韓国が勝手に自滅してる。同メディアはさらに、後ろの順位も疑問だらけだ、と主張。こう続けている。CIES は3位から順に薫、三笘、キム、ミンジェ、ファン、ヒチャン、ヒロキ、伊藤、竹広、富安、リツ、堂安、ソン、フンミン、渡る、遠藤を選出した。特に2023-24シーズン27ゴール、10アシストを記録し、トッテナムで孤軍奮闘したソンの額、2100万ユーロ、が目を引く。2年前にプレミアリーグ得点王になった選手とは思えない。CIES が明確な基準を出さない限り、論争は必至だ。納得できない順位にファンも怒りを隠せない。SNS やコミュニティなどには、久保はそんなに良いのか？ソン・フンミンはあのプレミアリーグの得点王なのにひどすぎないか、韓日戦はここでも激しいな、など様々な反応が続いた。熱のこもった記述からも感じられるように、相当腹を立てている模様だ。韓日戦がここでも激しいそうです。こうやって妄想が膨らんでいくんやね。日本は全く興味もなくそもそも知らないのに、勝手に盛り上がってると妄想。凶悪犯とかに似てるよな。勝手に被害妄想してそれがエスカレートしていく。当の本人は何とも思ってないのに勝手に妄想が膨らんでついには現実で、関わってはいけない。絶対に。みんなの反応サクッといきましょう。今の実力はソン・フンミンの方が空上だろうが、ソン・フンミンは今がピーク、久保はこれからもっと良くなることが期待できる年齢。キム・ミンジェはバイエルン来て穴が明確になってしまった。イ・ダンインも将来性はあるが、どうしても勝負を決められるようなプレイスタイルではないので、現時点で久保が最も期待値高いとされるのは不思議ではない。あとはこのまま順調に成長してくれるか。こんな風に何でも自分たちの思い通りにならないと、露骨に不満をぶち上げる国民性に問題があるんじゃないの？今回のサッカー選手には直接関係ないのかもしれませんが、過去のオリンピックやワールドカップでもスポーツマンシップに反するような行為を平気で行ってきた韓国サッカーを、世界が認めないということなのでしょう。まずは今回の評価を真摯に受け止めて、悪いところは反省して心を入れ替えてください。無理だとは思いますが、トランスファーマルクトでもアジア1位は久保選手です。代表的機関2社による客観的な評価。
年齢は当然考慮される。伊藤選手だってトランスファーマルクトでは下げているし、遠藤選手のようにリバプールでスタメンを取った選手でも年齢から大したアップしていない。これが 25.6 歳の選手ならとんでもない上昇率だったと思いますよ。まあ、これが普通の反応だよな。こんなの気にするより他に気にするべきこといくらでもあるでしょ。今なんか特に大事な試合の直前なのに。だから最近やらかしまくってるのよ。それに気づけたらもう韓国じゃないんだよな。本日はこの後シリア戦をリアルタイム編集で試合直後に投稿予定。感想を共有しましょう。その中で韓国対中国の途中経過もお知らせするので、今のうちにチャンネル登録して待っててね。韓国についてどう思ったかなど高評価ついでにコメ欄で聞かせてくれ。それではまた次回、戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。